みなさんこんにちは放送大学大学院科目教育情報システム設計主任講師の山田豊です本科目の内容についてご紹介したいと思います21世紀に入り我々は人類史上かつてない大きな変革の時期を過ぎつつあると言われてきました中でも高度情報化社会高度知識基盤社会は 現実空間と仮想空間の融合を強調したサイバー社会、AI、人工知能やビッグデータを重視したスマート社会という言葉で説明されています。え2019年の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は、ニューノーマルの出現をもたらし、高度情報化社会、高度知識基盤社会の流れを加速させることとなりました。えこうした流れは、 当然、教育や学習の分野にも影響を与え、さまざまな教育分野で ICT の利用が急速に普及しました。新型コロナウイルス感染拡大防止策の一つとして、インターネットを利用したオンライン授業が推進されたのは記憶に新しいところです。こうした新たな教育や学習の実現を支える裏方の一つが教育情報システムです。 教育情報システムを連携して活用することで我が国の情報化の弱みであったデータ連携が急速に改善され教育や学習に関するデジタルエコシステムが形成されつつあります。本科目ではこうした教育情報システムにはどのようなものがありどのようにデータが連携されているのかについて学びます。 教育情報デジタルエコシステムの設計構築方法を知ること、教育情報デジタルエコシステムの相互運用性と国際技術標準について理解すること、学習情報データの蓄積方法と解析方法について学ぶこと、この科目を自習することで教育情報システムの設計思想や教育 DX デジタルトランスフォーメーションの 実現に向けて解決すべき課題を理解することができるでしょう教育情報システムの機能を体験するハンズオンも用意していますのでシステムの動作の実際を垣間見ることもできると思いますまた教育情報システムは放送大学のみならず初等・中等教育・高等教育・障害学習においても広く活用されるに至っています 教育分野にとどまらずシステムエンジニアやデジタルコンテンツ開発者を志望する方にも知っておいていただきたい知識をまとめました本科目の講師とゲストを紹介します本科目の作成には2022年の時点で我が国の第一人者と言っていい方々にお集まりいただきました。会によっては開発されたシステムや ツールを使用しての体験学習、ハンズオンもありますので、楽しみになさってください。次に、本科目の構成と学び方について説明します。本科目は、一単位科目で八回から構成されています。まず第一回で、現在の教育情報システムとはどのようなものか解説します。 教育や学習に関する情報システムやツールの国際技術標準を策定する団体にザ・ワンエイドテック・コンソーシアムがありますがその CEO のロバート・アベル博士チーフアーキテクトのコリン・スマイス博士をゲストにお招きして最新の考え方や動向を伺います。続いて、そのののの日日本本団体、日本協会の技術委員長の時は雄二さんから、 第2回は学習管理システム LMS そして第3回は安全なシステム連携と相互運用性についてゲストにサイバー大学准教授の田中頼人さんを招きして第4回は試験問題システムと教務情報システムについてゲストに日本 IMS 協会事務局長の藤原茂雄さん 株式会社インフォザインの永井正勝さんをお招ききしてご説明いただきます第5回は私がゲストの帝京大学助教の宮崎誠さんとともにカリキュラムやシラバスなどの学習目標と評価基準ルーブリックに関わるシステムとその技術標準について説明します。第6回は京都大学教授 岡田弘明さんから学習履歴データに基づく学習解析ラーニングアナリティクスの仕組みとその技術標準について説明していただきます第七回は山田が株式会社デジタルナリーチ畑貴博さんと電子学習証明などデジタルクレデンシャルに関わるシステムとその技術標準について第八回は一般財団法人 オープンバッジネットワーク常務理事の吉田俊明さんと障害学習という観点から障害学習 e ポートフォリオの在り方やそれを保障するデジタルクレデンシャルエコシステムの未来について対談します最後に本科目の履修上の留意点について説明します。 本科目はオンライン授業科目ですので、インターネット環境をお持ちであることが受講の前提となります。調べ学習にはウェブ検索、教材視聴や小テスト、レポート提出などの学習活動には学習管理システム、成果発表にはプレゼンテーションツールを使用しますので、情報リテラシーの基礎は必須です。 こうしたリテラシーをまだ身につけていないと思われる方は事前に導入科目や面接授業科目で習得しておきましょう。加えて本科目の学習には実習であるハンズオンが含まれまれす。ハンンズオンでは Web 上のアプリケーションを使用するため動画を視聴できる程度の高速インターネット接続を使用できることが推奨されます。 開発環境の構築などは不要ですが、各界の指示に従ってください。本科目の内容を理解するために、Python、JSON、JSON-LD などの基礎的なプログラミングスキルを習得していることが望ましいですけれども、その習得を本科目履修の前提条件とはしません。それでは、皆さんのご参加をお待ちしています。